メビウスに加わる決心は？ええ、できています。事故の時、私は一人じゃなかった。みんなはどこに？ここにいたらまずいわ。もう戻るのは無理だ。バックアップを取る。そんなはずは。おい、ジョセフ。きっとみんな死んだ。レスリー、レスリー・ウィザーズ。何です？キッド、集中してしっかり聞いてくれ。これは重要な仕事だ。我々の行っていることは全てそうだ。分かっています、分かっています。そう信じたいところだが、あとは行動で証明してもらおう。話の続きだが、ターゲットはレスリー・ウィザーズ。彼はビーコン精神病院の患者だが、それだけではない。
ステムを起動するために彼が必要なんだ。彼なしではこれまでの研究が水の泡と化してしまう。なぜです？ビーコンは我々の施設、彼を確保することに何の障害が？レスリーのカウンセラーマルセロ・ヒメネスが問題なのだ。レスリーを利用して我々の許可なしにステムを動かそうとしている。あってはならない話だ。思い違いは災いを招く。ついてきてくれ。医療スタッフが待っている。あら、こんにちは。どこから来たの？もしヒメネスがシステムを起動したら君は引き込まれてしまうだろう。そうならなければいいが、念のため汚染を防ぐ薬は用意してある。私を守るワクチンですか？むしろ君の存在を隠すためといった方が正しい。ステムは我々が開発したものだが、内部にゴーストがいる。そのゴーストを我々はルビクと呼んでいる。彼は我々の侵入を防ごうとしている。薬である程度君を守れるだろう。危険ならなぜ私一人で？一人ではない。君が所属する KPD のチームから同行させる。全てこちらで手配する。途中ビーコンでの事件に関する連絡が届くだろう。KPD の連中に何があっても気にする必要はない。任務において彼らは消耗品に過ぎないのだ。さあ、かけてくれ。あの少年を連れ戻せ。彼次第で何もかもが変わってしまう。必ず連れて戻ります。失敗したらどうなるか言うまでもないな。我々にとって最も重要なのは忠誠心だ。現代において信頼は貴重なのだよ。だから始める前にもう一度聞く。メビウスと組む覚悟は？覚悟はできています。ならばここからは自らの行動で証明してもらわなければならない。今からカウントダウンする。数え終わったら一連の質問をする。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。では質問を始める。信頼する相手から見捨てられた気持ちになったことは？
一体何が？みんなはどこに？誰？やめろ！光は、やめろ！そこにいて、今そっちに行くわ。頼む。やめ、よせ！ひどい。一体何がこんなことを。被験者たちの精神状態が弱ってきたため研究に支障が出てきた。ビーコン精神病院の患者を使った実験を中止し、もっと精神が安定している被験者へ移行することをメビウスの連中は望んでいる。ステムの実用化を急いでいるのだろう。普通の人間の場合、患者たちと同じような世界を体験するのだろうか。精神状態が良好な脳だった場合、体力を消耗するこの実験にどう反応するのだろうか。またあの夢を見た。私がステムに入る夢を。ねえ、
ルトの登録が抹消されています。認証できません。え、抹消？コンピューターを使えばなんとか。データ書き換え中。あの化け物、光を使って何を？ナナ。ナナ、まだなの？高周波が聞こえるはずだ。そうなっては我々も介入できない。何が起こるのですか？無秩序とだけ言っておこう。レスリーはそこにいる。見つけ出せ。レスリー、本当にここに？レスリーだわ。誰よりも先に彼と接触しなければ。